幸せなれるようなマニュアルなくなりましたって、僕らの不安煽るように街頭演説が叫んだ。じゃあどうすればいいんだろうか、つぶやく君に僕は言った。あるがままの気持ち殺さず今を生き続ければいいんだ。いつか自分だけのルールができたら何も頼らないで幸せになれんだ。一歩一歩と